三重県道17号浜島阿護線は三重県島市を通る県道である。旧称は三重県道17号浜島宇方線。1972年3月31日に現在の名称に改められた。2010年3月19日15時に道幅の狭い浜島中心街を迂回する浜島バイパスが開通した。伊勢島、佐都トライアスロン大会のバイクのコースとして 浜島バイパスの大部分が利用されている。浜島町と島市街地を連絡する幹線道路であるとともに、眠りゾートや賢島をはじめとする観光地へ向かう観光道路でもある。2005年のデータ、賢島大橋沿線風景、ABCDFGHIJK30 件 2016P37 昭和47年3月31日30件告示。 第175号のコハットエース、道路法第56条の規定に基づく主要な、都道府県道及び指導平成5年5月11日建設省、国示第1270号、建設省 ABC30 県平成22年30県国示、第153号、コース紹介、伊勢島、里海、トライアスロン大会実行委員会、2017年10月3日閲覧、 島市、島市生活交通計画11ページより、ありがとうございます。